2023年になりまして、和歌山地区ご教会のですね、協力一致ということで、正式には24年から、あ、すみません、25歳、4月からですね、進んでいくんですけども、今その準備を急速にしております。お祈り、ください。ちょっとこういう YouTube とかですね、Zoom とかで買ったり、機械の音にどうしてもなりますので、一回一回ちょっと調整がずれる時があって、聞きづらい時も今後もあるかもしれません。大丈夫ですかね。はい、何かあったら遠慮なく言ってください。コリントの第一の手紙を、アンビアピックアップしてですね、礼拝で、扱っておりますが、今日は、6章のこの、19節、20節なんですね、結論は。で、特に20節が今日の、中心聖句です。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいという、この言葉でございます。で、素晴らしいお言葉なんですね。代価を払ってというのは、このイエス様の十字架の血潮によって、またイエス様の命の犠牲によって私たちは救われたということですよね。ですから、この自分の体、この自分の体は、自分のものではなくて、神様のもの、イエス様のものになっているので、その体を持って、神の栄光を表しなさいということなのでございます。実はですね、この5章、6章とですね、ちょっとあまり触れたくない問題が書かれております。何かというと、教会の中に、この聖道徳の堕落が起こったということなんでありますね。ですから、この箇所っていうのは、あんまり子供たちの前ではですね、少なくとも小さな子供たちの前では話さないというか、理解もできないと思いますので、話せないテーマになります。ですが、大人、であればということでありますし、あともう一つは、これ世の中のことじゃないんですね。コリントの教会の中で起こったことなので、ちょっとこの、困った問題ですから、あんまり困った問題と私たち、あえて外に出さない面もあるわけですが、当然ですよね。でも、パウロは、このように、はっきりと、書いてあるということでありまして、で、それは、本当に良かったなと思っておるわけです。そして、キリスト教会自体が、この外的ではなくて、この内側から腐敗するというのは同じことなんですね。で、信仰というのは皆さんお分かりのようにですね、外からの迫害とか外からのいろんなことでっていうことももちろんないことないんですけども、でも、キリスト教の歴史を見ていまして、そこで、教会が、崩れてしまったということは、ないんですね。逆なんです。内部から。で、これは教会だけじゃなくて、組織っていうのはそういうもんだと思うんですね。内部崩壊。で、内部崩壊というのは何かって、教会の場合はですね、やはりこう、中で、やっぱりこう、堕落してしまう、命を失ってしまう、罪を犯してしまうということになっております。で、そのことにパウロは触れているということですね。で、その一つの、この、課題っていうのが何かというと、性の問題だったんですね。じゃあ、性の問題だけかというと、そうじゃなくて、いろんなことも、もちろんあるんですけども、ここでは5章6章では、この性の問題について触れています。で、5章の1節、2節をちょっと見ていただきますと、332ページになりますが、現に聞くところによれば、とありますね。ですから、パウロは今、コリントの町にいないので、
まあ、離れていると。でそこから、まあ、こう聞いたということですね。あなた方の間にはみだらな行いがあり、しかもそれは異邦人の間にもないほどのみだらな行いで、父の妻を妻にしている者がいるとのことです。そうです、異邦人の間にもないことですからね。 社会的に言っても何これっていうようなことがある。父の妻を妻にしてるですね。もう子供たちにはちょっと言いたくない話題ですよね。もう朝のすがすがしい礼拝の時にこの話題かよってですね、皆さん思うぐらいのことなんですよね。でこれが現実なのであります。でその時に、本当にクリスチャンなのに、教会なのに罪を犯してしまった、悔い改めるというのはいいんです。いいんですというか、まあ、もうそう導く、それしかないですよね。私たちもそうです。別に性の問題、いや私性の問題ありませんので今日の話は関係ありませんじゃなくて、性じゃなくてもってことですよね。やっぱりこう本当に恥ずかしいような罪を犯した時にはどうするのって言ったら、本当に主よ、ね、イエス様の血によって悔い改め、もうそこにしか行けないわけですよね。ところがですね、2節見てみますと、それなのにあなた方は思い上がっています。むしろ悲しんでそのような行いをしている者を自分たちの中から取り除くべきではなかったのですかっていうところなんですね。思い上がっているって言ってます。でそのことを、そのみだらの行いをしている人が思い上がっている、どうも有力な信徒さんだったようであります。でそうでも、まあ、あれが開き直ってるってことですよね。何が悪いんだよっていうような感じでね、もう全く逆でありますね。この問題なんですよ。だからクリスチャンが、教会が罪を犯した、もちろんそれも悲しむべきなんだけども、でもそこで思い上がっている、その開き直っているっていうことなんです。つまり悔い改めない、むしろ悲しんでそのような行いをしているものを自分たちの中から取り除くべきではなかったのですか。まあ、これは、まあ、排除というよりもね、その罪をそのままにしておいてはいけない。なんなら開き直るということは、それは他の人もそうですよね。有力なね、なんかすごい有力な信徒さんがそれでね、もうみんなの前で公言してるようなもんですよね。だったら教会ってそれでいいんだっていう話ですよね。そうですよね。皆さんはもしこういう教会だとしたら、皆さん行きます？行かないですよね。未信者の人も行かないですよね。社会の人も、ああ、そっか、教会っていうのはね、世の中によりも悪いことをね、なんていうか認めてくれて、ああ、愛のあるところだね、懐が広いね、じゃあ行きましょうっていう、なりますか？そういうことですよ。だから、もう本当に急速に命を失いてしまう。で、コリントの教会は、ダメだったわけじゃないんです。最初から見ますとですね、本当に命あふれる教会だった。で、これはコリントの手紙ずっと読むとわかるんです。ですから、そういうものがやっぱりあったという。あるということは、それはあっちゃいけないんだけども、私たちも、やっぱり、そんな綺麗事じゃなくてね、現実こういうことにぶつかるということなんです。今ありません。よかったですね。今、教会にありません。よかったですね。でも、こういう事態が起こりうる、あり得ることは確かなんですね。いや、かつてあったとかね。どうしてかというと、コリントの町っていうのは、偶像礼拝が盛んな町でありまして、この神殿に1000人を超える、この神殿上婦、巫女さんがいまして、で、そこでその宗教的なその、いわゆる売春っていうかね、まあそういうことをしていたということですね。こういう宗教環境ってあまり珍しくないんですね。古今東西いろいろ宗教とこの性というか、こう絡むような宗教っていっぱいあるんですけども、まあそういう中で、この街の風紀も、この、大敗し、そして当然ですよね、
教会の中にも、やっぱり周りがそうですから、影響を与えられるということになってしまうわけでございます。でですね、まあ、この5章、6章を丁寧に読んでいくと、もう3時間ぐらいこう説明する、また、ちょっと頭の痛い、あんまり聞きたくない話題もこうずっと出てくる。あ、皆さん、コリントの手紙っていうのは私申し上げたようにですね、ちょっと頭の痛い問題が出てくるんです、今後もね。で、私たちっていうのは耳の痛い話、頭の痛い話ってやっぱり避けちゃいけないんですね。やっぱり直視する。で、これが信仰なんです。で、信仰っていうのは、そういうものを見ないでなんか綺麗事でわーって言うんじゃなくて、本当に自分のそういうものを直視して、で、そこに神が働いてくださるということを信じるということなんですね。ですから、6章の、9節、10節、11節ちょっと見ていただきますと、次のページのね、あなた方は知らないのですか？6章9節がありますね。で、この、あなた方は知らないのですかって、この結構3回ぐらい出てくるんです。で、あなた方は知らないんですかっていうのはどういうことかというと、知ってるはずだというんですね。あなた方はクリスチャンですよね。イエス様を信じて教会に来てますよね。で、あるならば、当然知っていて当然のことでしょってパウロは言いたいんです。ってことは知ってるのに、どうしてっていうことになるわけですね。で、次、正しくないものは神の国を相続できません。思い違いをしてはいけません。みたらな行いをするもの、偶像を拝むもの、勧誘をするもの、断食をするもの、断食をするもの、盗むもの、貪欲なもの、酒に溺れるもの、そしるもの、奪い取るものは皆神の国を創造することはできません。わかりますよね。詳しくもごちゃごちゃ言うこともないんですね。で、11節。あなた方のうちにあるものは、以前はそのようなものでした。ここなんですね。で、これは当然、そのような環境にいたわけですから、私もそういうことをやっていました。そういう罪を犯してました。そういうことでした。というのは、やっぱりもう大なり小なりあるわけです。元っぷりだったかもしれない。まあ、少しだったかもしれない。で、しかしですね、しかし、主イエス・キリストの御名と、私たちの神の御霊によってあなた方は現れ、聖なるものとされ、義と認められたのです。ってここなんですね。ここにしかし、過去は、かつてはそうだった。でも、しかし、今はイエス・キリストの御名によってね、御霊によって、本当にこの罪許され義と認められた。ってことですよね。で、クリスチャンも今言ったように、あってはならないこととか、教会もね、あってはならないことが起こりうる。いやいや、結構さらされてる。私はさらされてると思いますね。現代。のんきな、のんびりした時代じゃないと私は思ってますので、非常にこう、さらされてるんですね。で、そういう中で、やっぱり私たちも間違いを犯したり、罪を犯したりする。少なくとも危険はある。じゃあどうするの？そこで、思い上がる、開き直ってはダメなわけです。心なんです。だったらこうなるように、イエス様の父親によって、罪許され、悔い改めて、通っていくということになるわけですよね。この切り替えが非常に大事なポイントになるわけです。だから、罪を犯してしまうことも問題なんですけど、それは、まあ、あるわけですよね。あるって言い切っちゃったらダメですけど、でも少なくとも、絶対ないとは言えない。いやいや、私は怪しい。私はそういう誘惑に弱いので、もう、もろに、もう、あったらハマっちゃいますっていう方。私もそっちのタイプですのでね。あれば、もう、本当に、もう、一発です。ないだけ。神様、どうぞ、ないようにしてください。神様、変なとこ行かないように、もう、本当に守ってくださいってことですよね。本当そうですね。でも、もしあったとしても、このように本当に感謝ですよね。イエス様のこの救いがある。そこに原点に立ち返ればいい。で、その時なんです。じゃあ、クリスチャンっていうのは
ねばならぬ、クリスチャンなんだから間違いを犯さないように、クリスチャンなんだからそういうね、不道徳なことをしないように、クリスチャンだから、堕落しないように、という、なんかそういう頑張りで生きているのかっていうことなんですね。で、それも、それを言われたらもう無理ですよね。私も無理なんですよね。もともとそういうタイプじゃないので、開き直っちゃうか、あ、もうダメだね。もう教会行くのもやめます。牧師もやめます。って話になるわけです。私たちは自由なんですね。次、12節見ていただけますか。6章12節。すべてのことは私には許されていると言いますが、すべてが益になるわけではありません。すべてのことが私には許されていると言いますが、私はどんなことにも支配されませんと言ってます。クリスチャンというのは自由なんです。皆さん。根本的には。罪からも自由になった。ね。なんかいろんな世の中のしがらみからも自由になった。自由になったので、ある意味では何でもできるわけです。ここにあるように。すべてのことが私には許されてるんです。ということは皆さんもそうですね。今日、このように礼拝を捧げるということは、義務でもお勤めでもないでしょ。自由ですよね。私もここで説教してるのは自由なんです。牧師の仕事だからやってる。ちょっと待って、パンチです。自由なんですね。自由なんです。ということは、性の問題も自由なんです、だから。と、その時に今日の話、ようやく入るんですけども、現代もそうなんだけども、性というのは体ですよね。まあもちろん心もね、そういうこう、性的な思いもありますけども、体の話ですね。私の体なんだから、私の好きなようにして何が悪いの？私の体なんだから。よく言いますよね。少なくとも人様に迷惑はかけてないはずなんだから、私の自由にしていいじゃないですかっていうこの話なんです。で、これはもうこれ以上言われたら誰も何も言えなくなるのが世の中なんですよ。そうですよね。おっしゃる通り。別にあなたがそういうね、性的に堕落しようと、私と関係ないんだから、まあね、まあそうですか。あなただって自由に好きなようにさせて、ね。ね、ということですよね。何も言えませんよね。親でも言えませんよね。じゃあ、パウロはそこで何を言ったかというと、いやいや違うんだ。体そのものは、キリストのものなんだって言ったの。ここなんです。それが今日の話題の、まあ、最初なんですね。14節、6章14節。15節。あなた方は知らないのですか？ここまで出てきました、この言葉。クリスチャン、これ、世の中の人に言ってないんです。神様を信じてない人、イエス様に信じてない人は、この論法って全く通用しないんです。なんで、自由じゃないの？なんで自分の体、自分の好きなようにして、何が悪いの？って言われますよね。いやいや、違うんです。あなたは世の中の人ではなくて、神を信じ、キリスト者でしょ？キリストを信じてますよね。だったら知ってますよねって話です。あなた方の体はキリストの体の一部なのです。それなのにあなた方の体の一部を取って、遊女の体の一部とするのですか？そんなことはあってはなりません。ここなんです。そもそも、あなたの体っていうのは、あなたのものではなくて、キリストの体なんだ、キリストの体の一部なんだということなんです。ここなんです。で、体っていうのはこのボディ、この身体だけかってことですよね。いや、もちろん身体本格っていうのは心もね、この考え方もありますから、まさに私たち、自分の全部を言うわけです。トータルな人間ですね。体だけじゃなくて心も体も。あとは、まあ体って時に何かというと、私たちの生活そのもの、人生そのものを指してるわけです。ですよね。
私たちの人生も自分の体と切り離してね、なんかこう、ね、なんかそういう妄想の世界で生きてるわけじゃないでしょ。この生々しい現実の世界の中で生きてるってことですから、私の体、私の人生、私の生活そのものを指してるわけです。じゃあ、キリストのものなんだ、神のものなんだ。ということなんですね。で、皆さん、さっきの素晴らしい19節、20節の言葉が、なんと、この、ね、もうちょっともう話題にしたくない、一番なんかこう、聞きたくない、嫌な話題の中に、この、自分の体を持って、神の栄光を表しなさいというこの最後の結論に言ってるわけです。私もすごいことだと思うんですね。泥沼の中にハスの花が咲きますよね。それと同じなんです。この泥沼のようなもう本当に見たくもない、聞きたくもないこの罪の話題、それも世の中じゃなくて、教会の中に起こったそのところに、まあ、ある意味で咲いた花、ハスの花のような、まあなんか、ハスの花になるとちょっとキリスト教と違うようなイメージですけど、要はそうなんですよ。それがこの話題なんです。ということは、私はこのことを思ったときは、本当に自分がどんなに罪を犯そうとダメだ、もう世の中のとっぷり使ってですね、もう骨の染みまでもそうなってるんじゃないかっていうことだとしても、私たちはキリストのものになる。キリストによって、その泥沼から救い出されるということなんですね。そういう意味では、この箇所っていうのは素晴らしい箇所なんだと思います。で、その時に何から入ったかというと、聖道徳から入ってないんです。そもそも、クリスチャンたるもの、そんなやらしいことしちゃダメですよね。そんなこともわからないんですかって言って、パウロはここで叱りつけてないんです。どうしてか。わかりますよね。そんなんでやむはずないからです。皆さんわかりますよね。これは正道徳に限らずだと思うんですよ。そんなこともわかんないんですか。なの、子供だってわかりますよね。あなた神を信じクリスチャンになったとするならば、知ってますよね。パウロ先生よりね。知ってますよね。はい、知ってます。で、そこでガーンと言われて、悔い改める人っていうのは、いなくもない程度なんですね。私もそうなんですよ。そうだとしたら、このコリントの教会のこの困った人のようにですね、開き直るか。何言ってんだ、人間なんてそんな綺麗事じゃ済まんよとかね、クリスチャンだって人間なんだしね、とかね、こういうことがあると、私も若い頃思ってたし言ってたんですよね。本当に恥ずかしいんですけどね。何でも言えるんですよ。屁理屈、言い訳。人間論出してね。人間たるもの。業を持ってますので、なんていうかね、まあ仏教の思想を言ったらですね。まあそれで、人間理解からするならば、まあ一つね、そういう、一つの、その罪とかそういう洞察だと思いますが、でも救いはないわけなんですよね。救いはどこにあるかっていうと、キリストにしかない。で、その時に、もう本当にこのような中で、パウロが知らないのですか、確認したことは、あなたの体はキリストのものですよってここなんです。ここがなければもう今日の話は何の益もないんです。そしてその罪の中にズブズブと生まれ、社会のそういう中で、ああもう教会行ってもダメ、クリスチャンになってもダメ、だってみんななんかそんなことやってんじゃない、なんか似たようなもんだよ、そんなってこの世界の中に入っていくんです。いや、そんなことはどうでもいいわけでありまして、ね。あなたの体はキリストのものですよ。ここなんです。こっから始まるんです。あなたの体、あなたの人生はキリストのものです。いや、キリストのものですって言っても、イエス様、そうなってないんですよ、私の現実。怪しいんです。危ないんです。いや、そうだとしても、キリストのものなんです。キリストのものであるということを先行させていかない。これが信仰なんです。信仰っていうのは先行させるんです。一番先に持ってくるんです。その時に、不信仰っていうのは、自分の現実を言って、
思い上がる、開き直ることなんです。いや、神様、イエス様、そう言いましてもね、私もね、ちょっといい加減なクリスチャン、いい加減な牧師でございましてね、そう言われても私は困るんですよ。だって私ってまあそんな真面目な性格でもありませんしね、とかね。ね、本当に私、こうやって言い訳できますでしょ。そんなものはもう置いといて、もう、ね、私はキリストのものだ。ここをもう、信じて受け取っていくしかないんです。これ以外に、もう、救いはない。これ以外に、私たちが生きていく術はないのであります。そうですよね。私の体がキリストの体としたら、キリストの体である私の体が遊女と、遊女なんてすごい露骨な言葉使うと、遊女とね、一緒になっていいのか。つまり、イエス様が、そうでしょ？ちょっと言いづらいです。イエス様が遊女と一緒になる。そんなもんありえませんよね。もう考えただけでもゾッとする話でしょ？でしょ？うん。そういうことなんです。そんなこと考えたくもないですよね。異端の中にはそう言ってる異端もあるんですけどね。恐ろしいことですけども。そうじゃないのであります。私の体はキリストのものなんだ。キリストの体とイコールなんだ。であるならば、なんでそんな遊女と一緒になるっていう発想なんかあるの？っていうことなんです。そして、肯定的に言うならば、聖霊の宮である。私の体は聖霊の宮であるっていうのは、18節、19節ですね。あなた方は知らないのですか？あなた方の体、あなた方たちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。そうですね。かつては聖霊の宮ではなかったんです。かつては自分の体は自分のもの、自分の人生は自分のもの、まあ、悪いことをするつもりはない。ね、少なくとも人様に迷惑かけるつもりはない。まあ、迷惑かけてもいいって方もいるかもしれませんが、まあ少なくとも真面目な方はね、人様に迷惑かけるつもりはない。だけど、自分の自由にしていいでしょ？自分の好きなようにしていいでしょ？なぜ？自分の体なんだから、自分の人生なんだから、自分の時間なんだから、なんで自分の好きなようにして何が悪いの？っていうことだったんですね。だけど、そうじゃなくて、私たちはイエス様の体になった。そしてそれは聖霊の宮になった。ということです。聖霊の宮というのはどういうことかというと、旧約聖書の神殿のことであります。神様がそこにいらっしゃるという場所ですよね。特に一緒にいてくださる場所。私たちもそうですよね。いつもどんな時にも寝てる時にも起きてる時にも、また皆さんがですね、本当に楽しくわーわーお話しする時にも、また、ね、お仕事する時にも、またいろんな時に神が共に一緒にいてくださいますよね。だけど格別このように礼拝、ね、お祈りする時、神様の言葉 を、ね、共にする時に、なお親しく神が一緒にいてくださるってことを信じるわけですよね。で特に、神様が親しく、近く、一緒に、そいつも共に、その場所にいてくださるっていうのは、この宮のことですよね。神殿のことです。で、自分というのはそういうことなんだ。神がどんな時にも一緒にいてくださるところなんだ。それが私の体なんだっていう考え方なんですね。すごいですよね。ですから私たちは、そういう意味で、旧約時代の神殿はいらなくなっちゃったんです。どっか行って、神様じゃなくてね、私自身が聖霊の宮だから、神が共にいてください。いやー、すごいことだなと思いますね。そして、今日の中心聖句である、20節、あなた方は代価を払って買い取られたのです。代価を払って買い取られた、もうわかりですね。一番最初に申し上げました。イエス様の十字架の地上によって、イエス様の命によって、その代価、その値段によって、
まあ、買い取られた、買われた。だから、私たちの体の値段、私たちの体の値段、私たち自身の値段っていうのは、イエス様の命という値札をつけてるってことですね。ですよね。私自身に値札をつけるとすれば、ね、生命保険なんかいくら入るんでしょうかね。ちょっと聞いてますけどね。じゃあ、それは私の値段だって話ですけどね。イエス様の命の値段がついている。そして、自分の体は、自分のものじゃなくて、ね、その、買い取ってくださったお方の体になっている、ということです。そして、私たちのこの礼拝ですよね。礼拝そのものが、神様に自分を、この、明け渡す行為なんだ、ということですね。ですから、兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に進みます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。私たち自身、私たちの体、私たちの人生そのものを、あがなってくださった、救ってくださった神様に、イエス様に、まあ、明け渡す。明け渡すっていうのは、私はあなたのものです。あなたの所有です。っていうことですね。で、そのことの非常に生々しい現実、リアルな現実がこの聖道徳なんです。で、私たちっていうのは、この聖道徳の問題だけじゃなくて、いろいろもう深刻な大変な、もう抜き差しならぬ問題のところに、飽きまして、イエス様を持ってくるって言い方したらイエス様に失礼なんだけども、イエス様を持ってくるわけですね。そういうことなんですよ。イエス様抜きにどうしよう、ああしようって言った時に、本当にもう言い訳しか出てこない。開き直りしか出てこない。ですね。もうそれにうんざりします。私は自分で。だけど、今回のこのこともそうですね。パウロはそのように何かこう叱りつけてるんじゃなくて、いや、違うんだ。そもそもね、あなた、イエス様を信じてるんだったら、あなたの体ってね、キリストのものなんですよ。聖霊の宮なんですよ。そしてあなたの体っていうのは、イエス様の血潮によって買い取られた体なんですよ。で、そのことが、こう入った時にですね、やっぱり私たちは、やっぱりこの罪から守られていく。そして、現実の生活の中でいろいろ吸ったもんだしますけどね、自分の体、自分の人生、自分の持っているものを、やっぱり自分のものじゃなくて、神の栄光のために、キリストの栄光のために、こうね、用いたい。少なくともそういう思い、願いになってくると思うんですね。なんか、神様のためにと言いながら、なんか義務的、掟的、まあ仕方がないな。クリスチャンなんだから、礼拝行かなきゃいけないな。クリスチャンなんだから、まあ献金もちょっとしなきゃいけないかな。クリスチャンなんだから、まあいい行いもしないと、自分もなんか格好悪いしね。っていうね、なんか、こんな感じで終わっちゃう。もしそうだとしたら、私たちのこのクリスチャン生活って何だろうって思いますよね。この程度だったら。私は本当そう思います。そうなったらもうやめます、私。もうクリスチャン生活。そうじゃないわけですね。本当に素晴らしいことに、私たちは、この体が、キリストのものであり、ね、聖霊の宮であり、そして、自分の体をもって神の栄光を表しなさい、って言っています。表すって時に日本語の聖書でこの言っていうね、言葉、漢字使ってますよね。これは外に出して見えるようにする。姿を表す。正体を表す。という、まあ、意味ですね。ですから中にあるものがもう外に出てくることが表すってことなんです。外に見えることがここですね。ですから自分の体っていうのも、他の人に見えますよね。隠れられませんよね、自分の体。
そして私たちは体を持って生活してますよね。観念論で、空論でね、頭だけで生活してますよね。もう何を考えているかよりも、実際自分のこう、体を持ってね、やることで、他の方が、あの方はこういう方なんだって判断しますよね。そこで、神の栄光を表しなさい。って言ってるわけです。私は高校時代にですね、指導してくれた、あの先生が、まあこれ聖書の言葉でないんですけども、信仰生活っていうのは生活のど真ん中で、この、生きることなんだ。その生活のど真ん中で信仰生活を表すことなんだっていうことは、口癖のように、その先生のですよ、口癖なんですよ。その生活のど真ん中っていう言葉がこう、高校時代から入っているんですよね。じゃあ、その時に、いや、私はどうだったのかっていうと、まあ、怪しい目もあった。父親がね、お前見てると、なんか、キリスト教信仰なんてね、大したことないと、お前見てたら思うよって言われたことあったんですね。2回ぐらいあったのかな。まあ、この言葉っていうのはね、あんた見てると本当につまずくとか言われるってことは、まあ、あると思うんですね。あの、皮肉で言われることとか、あとは、まあ、ちょっとこの、ね、ちょっとこう、なんですかね、ちょっと、まあ、そういうことで言われるときもあるんですよね。ちょっと、まあ、なんか、あいつに言ってやろうっていうような意味で言われるときもありますし、で、もう一つは、そういうことじゃなくて、あ、本当に自分がなってないからそういうふうに言われているときもあると思うんですよ。だから、これ、あの、非常に、あの、冷静に考えなきゃいけないと思うんですけども、で、私も父親が言うとき、父親ですからね、まあ、普段見ても、まさに普段見てますから、やっぱり、父親の言葉っていうのは、そういうね、皮肉や、まあ、なんか、意地悪でね、言ってる言葉じゃなくて、まあ、むしろ、まあ、ちょっと励ましでね、お前、教会ってクリスチャンになってんだから、そんなんでいいのかってね、父親、そういう意味で言ったことがわかるので、本当に、まだ、その時は父親、信仰持ってませんでしたからね、本当に信仰持ってない父親から、なんかね、逆に、お前しっかりやれって言われるようなね、生き方しかしてないのかな、ってね。まあ、心当たる、思い当たることもあったのかな。まあ、本当に。まあ、今になってみて、父親がそう言ってくれたことを感謝してるんですけどね。まあ、本当に、ある意味では非常にね、私たちは、まあ、難しい。またそういう世の中のいろんなことにね、さらされてますから、コリントの教会のように、私たちもなってしまう危険がある。だけど、そこで今日の話っていうのは、あ、ダメだ、ダメだって、まあ、がっかりするんじゃなくて、もう、ダメなんだけど、ダメなんだけど、そこでもうね、おしまいではないっていうことを逆にね、私たちは、今日のこの箇所、本当に、まあ、大変な箇所なんですけども、そこを受け取ることができるんじゃないかなと思うんですよね。ああ、そうだ。ああ、もう一度、ね、私の体っていうのは、キリストのものなんだ。聖霊の宮なんだ。イエス様の父親によってね、その代価によって買い取られたのが私の体、私の人生なんだ。だから、この体を持って、私の生き方を持って、なんかちょっとでも、少しでも、なんかね、神様の素晴らしさをね、こう、表すような、見えるような、なんかそういう生き方をしたい。少なくとも、したい。心からしたいと思うのではないでしょうか。そして私たちは心からしたいって言って祈っているときに、神様が助けないわけないですよね。キリストが導かないわけないですよね。聖霊がそのときに私たちに励まし力を与えてくださらないはずはないのであります。絶対にないのであります。本当に知ったもんだしますけども、私たちはそういう生き方を神様が、聖霊がさせてくださる。なぜ？私の体が自分のものではない、キリストのもの、聖霊の宮だからです。お祈りを。